年のドラフトを代表する選手といえば日体大の矢澤投手ではないでしょうか。大学1年から4年まで高次元の二刀流を実践する選手です。今年は大学日本代表にも選ばれ、二刀流として存在感を示しました。今回高校野球 .com では公式インスタグラムのストーリー、ツイッターでプロでは投手、野手、二刀流、どのポジションがふさわしいか投票を呼びかけました。改めて見ると意見が分かれているように、どちらにも魅力があり捨てがたい選手であるということが分かります。皆様投票ありがとうございました。ここで矢澤投手のプレーをあまり見ていない方に投球、打撃、走塁を確認させていただきました。ぜひこちらを見ていただき、改めて皆様が思う姿勢を考えていただければと思います。
うん、そんな矢澤選手ですが、かなりトレーニングにも力を入れる選手です。昨年11月の取材では、こうしたトレーニングを行っていました。改めて、投球、打撃、走塁ともに魅力的な選手だったと思います。パフォーマンスを見て、プロで期待したいポジション、対戦するポジションをコメントしてもらえればと思います。